リズムに変わってましたね。
そして第10組イタリアのロヨブリギラとオランダのスハウテンの2人です。さあ、青柳さん、今高木美帆選手の姿が映っています。高木美帆はこの北京オリンピック5種目に出場する金メダルを取った圧倒的な メダルを5つ取っていたと、そういうことになります。アハナールが先行していきます。アハナールはどうでしょう、滑りは。そうですね、カーブのテンポを少しずつ落ちてきますけども、ここから、どの選手もきついところなので、ここからの粘りがですね、どの選手も見どころです。スピードスケートの難しさは、予選、準決、決勝というような形でレースを迎えるわけです。Thank you.
ックしていただけると思います。なので、全然心配はしてません。さあでは、その村上選手が前半に滑り終えました。スピードスケート女子 3000m ですが、この後後半が間もなくスタートすることになります。後半ではですね、1組目にこちらの佐藤綾乃選手が出場します。1500m に出場しましたけれども、あの時にデニゼンネイ選手を全部妨害してしまったという。どれぐらいキープできるか、歯を振り絞る。残り 200m を切っています。少し膝の角度が浅くなってきた。世界記録を持っているサブリコワ、ベテランです。ここに合わせて今シーズン一番いい滑りを持ってきましたね。4分は超えてきましたが、4分0秒34、高野美穂の上に行きました。現在トップに立っています。ブロンディンが10位、4分5、アウトスタート赤のアームバンドは6レーン21歳、ラムネ・リクルンドです。この選手は去年の世界選手権1500m で優勝しています。初めてのオリンピックです。そしてカナダのワイデンです。この選手が今シーズンのワールドカップランクトップです。将来は積雪や路面の凍結による交通障害などに警戒するよう呼びかけています。交通機関への影響も出ています。東海道新幹線は明日の実施の市長選挙を前に、公民館などで投票所の設営作業が進められています。岐阜市長選挙に立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で、新人で市民団体代表の神原美子氏、自民党、立憲民主党、公明党。